はい、ということで座っちゃったんでね、もう復活しちゃいますが、しょうがないね。じゃあちょっと行きましょう。うん、行ってないね。また気持ち悪い、また気持ち悪いのいるわ。壺の中かな、壺の中にいる。椅子があるんだけど壺の中、そこで座って待ってたのかな。これもね、飛び降りれるっていうね、壺に。まあここの一番奥クリアの段階で、ジェスチャーがもらえることを祈りつつ進んでいきましょう。凍りついたウジ虫とか触りたくもないよね。うん、右に待ち伏せいたわ。ちょっと早すぎるんでしょうか。ランタン飛び降りてショートカットできたら、これ神攻撃はやめる。威力は大したことないけど、お、飛び降りれそう。ここしかないね。洞窟じゃねえか。うーん、西を目指せ。西ってどっち。まずは後ろ。とりあえずタリスマンをゲットすればいいんやな。どっちが前でどっちが後ろかとかわかんねえよ。多いな。ここにもいたー。痛い。一応出血はするんですが、ちょっとめんどくせえな。おう。片手剣の通常振りが一番範囲広くて使いやすいのは事実。だが幸せなどない。また上いるし。幸せなんかなくても行くんだよ。
怖い。ひでっ。これはひどい。まあ、クソアイテムがあるということを確認できたということで。あんまりね、あの切腹使って。体力回復しちゃうとダンジョン探索前にエスト作っちゃうかもしれないからね。眼鏡星肉だけっすか。無視してもいいな。尻を目指せ。まあ逆側行ってから。する。めんどい。こっちにはタリスマンがありそうですね。ネズミか。人間性を落とせ。なんで帰った。ここだ。何が？クソみてないでもない。期待値の2とか。はしご。擬態に注意しろ。すっげえ伸びた。なあ、見たか。お、眼鏡の角飾り2。これは美味しいんじゃない？ほら、今そもそも1がない。戻ります。で、あそこか。で、こう行って、ここの壺使ったショートカットはまあ一旦放置かな。で、飛び降りて、さっきの、ね、ショートカットっていうか飛び降りるポイントまで行きますか。ね、これほんとね、前にしか目がついてないから人間はさ。前行っちゃうよね、あんなの。よっ。が特にいないんだ。
おう、つぼつぼ。ちょっと足りなかった。生きつぼって生きつぼ、このつぼ生きてます。にしても結構使っちゃってるな。最後まで持たなさそうだな。ちっちゃい、ちっちゃいおっさんじゃなくて小さい壺が割ともろい。でっかい壺も。ベイブレイド。致命とかある。棒立ちになるだけだった。ああ。誰だよ、そこ行ったの。その上もどうやって行くんだろうね。を目指せ。うん、まあどうしようもないんでいかおりますか。回復をさせタコ殴り、回復さえあれば逃げる道。これノブか、死んだ時のために。言うほどいないね。5、6匹ぐらいに囲まれるのかと思ったんだけど。メッセージ。うん。割と血まみれなんだけど、そんな言うほどきついとはなんか面白い戦い方してる人いた。エスト回復欲しいな。はい、ということでこれ上から見えてたところにたどり着いたわけでもないか。白金の核か。
実質牢獄だね。実質も何も牢獄だけど。さあ残り6、ボス部屋まではたどり着きたいとこだが、悲しみがある。何もないという悲しみか。ん、なんか出たメッセージか。ショートカットオープン。ショートカットじゃなくてただの行く道っぽいな。はい、ということで、そこに乗れないと死にますね。上を目指せばいいんだけど、上を目指す手段がないんで、多分これが上に上がったり下がったりするんだろうなと。戻ってきてくんないんだけど全然戻ってきてくんないんだけど。あ、来た来た。おお、だいぶ上に行くね。取れない。夜の兜、夜の騎士はここで処刑されたらしいね、うん、大層な名前つけてもらっといてよ。騎士あり来ないな。なるか。あ、これさっきの上から見えてたところだね。ここからもショート化で帰れないことはなさそうだけど、うん、まあこれ取ってもう一周回りましょうか。お、夜の盾。大盾ではないね。ここか。あれ、メスメルフェだ。これか。お、意外に小盾だ。55% しかカットしてくんね。なんか特殊なのあるの？うん、夜の変法。まあ、ようわからんね。他のに比べると、確かに、うん、カット率はなかなか高いね。炎とか魔力系の。でも結局さ、しっかりガードするならこの辺選ぶよっていう話なんだよね。うん。よし。じゃあもう一周回って一番下行こう。まあ全部敵倒してるんでね、そういう意味では楽ちん楽ちん。よし、戻ってきた。怖い乗るんが怖い。つぼくんは敵じゃないようです。ただな、一匹ずつしっかり倒していきましょう。
痛い。なんか飛んできてる。結構痛い。やばいやばい、あと3しか残ってない。普通に負けてる。吹き飛ばされて落ちたのかと思ったんだけどね。そうね、やっぱ結構ね。あ、ボス見えた。よし、はあ、やっとだ。無視しよう。攻撃することで落ちそうで怖かった。はあ、オッケー。さあボス、くれよくれよ。お、マリカ像もある。チャス、受験士ラビリス。ロックオンが外れた。上から来た。でもガードできた。あれこれ、この DLC 来た時の一番初めの雑魚じゃん。え、なわけないよね。なんかあるよね。ない。負けてる人いるけど、うん、やっぱそうだよね。雑魚とはなって言うけど、割と負けてる人いるけど、やはり雑魚か。みんなひどい。俺も弱とは思ったよ。うん。ひどい。雑魚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 。配置間違えた？言ったら悪いけど、一番初めに来たあの、なんかでっかい高いところの上に立ってたやつより弱かったけど。はい、というと戻ってきたんだけど、ちょっと一回座って微妙にルーン足りませんので、結局ジェスチャーなかったね。ね、あれだけ試してみようか。死んでも大丈夫なこれ飲んで、ここね降りてみたいんで、これだけちょっと試そうか。よっよました。ひび大壺5個目。いやー、いいですね。ルーン回収がなくなる前に、うん、帰り道がない？うん、帰り道ないね。これ乗って帰るのかな。これで帰れなかったら効果あるうちにとっとと死んで、うん、これが帰り道やな。実はひび大壺のストックを一つ増やせるんで悪いアイテムではなかったね。
ということでね、ここの奥でジェスチャーがもらえるなしでしたね。さあ、じゃあね、わからないんで、攻略見よっか。